牧野富太郎記念館展示館高知県立牧野植物園は高知県高知市五大山4200の6にある植物園高知県出身の植物学者牧野富太郎の業績を記念して開設された1958年に牧野富太郎の業績を記念する建物として五大山に県営牧野植物園として開園する 1999年には園内に牧野富太郎記念館本館が開館し、リニューアルオープン。2008年4月には南園に50周年記念庭園が誕生した。2010年4月24日には新温室がオープンした。牧野富太郎博士の異業を検証し、植物研究を通じて教育文化の向上及び産業を振興に寄与すると、共に、 土砂観覧の保護及び知識の普及を図り県民に対し憩いの場を提供することを設置目的としている。園内には3000種近い植物が栽培されている。栽培する多種の植物から抽出した成分を創薬に活用するための連携協力協定を名古屋市立大学と2021年に結んだ。高知県立町の植物園の設置及び管理に関する条例。 指定管理者の指定状況 AB、牧野植物園と名古屋市立大、創薬研究で連携日本経済新聞ニュースサイト2021年4月10日、閲覧 ABC 竹内誠監修、知識ゼロからの博物館、入門132ページ、高知県立、牧野植物園連邦。ありがとうございます。